よろしくお願いいたします。はい、GoTo トラベルキャンペーンですけれども、はい、昨日国側は東京発着を除くという形で新しい方針を示しました。はい、知事としてこれどういうふうに受け止められるかというところをまずお伺いできますでしょうか。そうですね、感染拡大に対する国民の不安を受け止めて、国の方がそういう形での制度設計をされたことについて一定の評価をするものであります。一定の評価というのはやはり必要だったということに基づくお考えでしょうか。はい、これはまあ国の事業ですが、その安全性を考えた場合に国としては必要な対応をやっていただいた、国民の間に不安が広がっている、それを受け止めて形にしてもらったということですね。はい、これから4連休を控えていますけれども、東京の状況はかなりまた深刻な形になってきているのかなと思います。改めてになりますが、宮崎県としてのその人の行き来に対する対応が今どういうふうになっているのか、それから皆さんにどういう注意を呼びかけていくべき連休になりそうなのかというあたりをお願いできますでしょうか。はい、感染が再拡大をしている厳しい状況にあるのではないかという受け止めのもとに、感染流行地域、それから感染注意地域ということでですね、県外の感染状況につきましては県民の皆様に注意喚起をしているところであります。今後とも県外の感染状況をきめ細かく分析をしながら、必要に応じてですね、素早くそういう注意喚起をしていきたいというふうに考えております。それで今質問お話がありましたように、この連休がある、そして8月夏休み、お盆、帰省、そういうタイミング、人の動きが活発化する状況であるということは以前も申し上げましたが、3月の下旬、春休み、人が動きが活発化する、そしてその結果、4月に本県で感染が拡大された、それと同じような状況にあるという危機感を持って、この感染防止対策を徹底する必要があるということを改めて感じております。県民の皆様にはやっぱりそういう状況であるということを十分認識していただいた上で判断をしていただければと考えています。非常に観光業界の皆さんが苦しんでおられる中で、はい、宮崎県にとっては、いい意味で7月22日から関空とのピーチが2便体制になったりだとか、8月1日からは成田線も入ったりという動きもあります。ここら辺のあたりはですね、やはり人の行き来は増えると思います。昨日もおっしゃっていましたが、どういうふうにそのバランス、経済と感染拡大防止のバランスを取っていくことが必要だとお考えでしょうか。そうですね、コロナと共に生きていく時代にあっては感染リスクはゼロにならない、その状況を踏まえた上で感染防止を徹底をしながら、いかに社会経済活動を維持回復を図っていくかというところ、このバランスを常にその状況に応じてきめ細かく取っていく、ここは非常に重要であるというふうに考えております。本県自体は感染は比較的抑えられた状況ではありますが、県外のこの感染がまた再拡大しているような状況については非常に危機感を持って、受け止める必要があるというふうに考えております。だからといって、往来を自粛を呼びかけたりシャットダウンをしてしまったりというようなことは、やはり社会経済活動への影響というものが極めて大きくなりますので、今そういう状況にはないというふうに考えているところでありますが、特にこれから人の動きが活発化する夏の時期を迎えるという状況でですね、さまざまな形で注意喚起を行っていきたいというふうに考えております。それで今言われた観光、交通、宿泊関係者、大変厳しい状況にあるということであります。これまでも県の補正予算の中でですね、例えば4月補正であれば安全対策を徹底していただくようなもの、そして今回の7月補正でもさらにそれをですね、より高度なものを後押しをする仕組みをしております。観光、交通、宿泊の事業者の皆さんがこの感染防止対策を徹底していくこと、それがもちろん感染防止を徹底しながらも安心して、観光にできる場所としてですね、選ばれる観光地になるということでも大きなポイントになるというふうに考えております。ぜひとも関係者力を合わせてですね、宮崎の旅行が感染症対策について安全安心なんだよというような形を整っていくことが経済の回復につながっていく、観光の回復にもつながっていくというふうに考えています。本日からは以上です。はい、NHK の橋本、はい、東京が除外されたことによって、県内的に影響といいますか、一部効果が薄れるという懸念もあるんですけど、除外されたことで県内に何か影響を及ぼすということはあるんでしょうか。
はい、そもそも観光の回復に向けての道筋としてはまずは県内で動かしていって、それから隣県と、そして徐々に広げていってということであります。 GoTo キャンペーンはもちろんそれを全国でですね、観光の流れをもう少し活発化させようということではありますし、今言われた東京については、まあ、マーケット自体が大変大きいものがありますので、それはその人の動きという面からすると、また観光の回復の流れということからすると、少しその部分は弱くなるということはもちろん見込まれる状況ではありますが、もちろんこれも感染対策とのバランスということでの、まあ、国の判断ということであります。まあ、状況を見ながらですね、まあ、東京についてもいつかはそのゴーサインといいますかね、それが国としても出されるんだというふうに思っております。私そもそも不思議でならないのは、今都に置かれては都民の皆さんに対して不要不急の往来は自粛をということで要請がかかっているわけですよね、はい、ですから自治体としてもそういう取り組みをしている、そして国としても今回除外をするということで、なんか今国と地方がちょっと対立見えた形で取り上げられておりますが、それぞれの役割を果たして制度設計をし、自治体は自治体で注意喚起をしていく、そこは非常に重要なことであろうというふうに考えております。今話あったんですけど、はい、GoTo キャンペーンに伴う宮崎県としての観光誘客の考え方を改めてお聞かせください。はい、まずは県内から始まって徐々にこう広げていくということではありますが、全国的なそれを後押しをするという国のものに対してはですね、その観光回復に向けた後押しになるということでの期待というものは持っているところであります。ただ都市部をはじめとするこの感染の再拡大の状況に十分注意をしながらですね、進めていくことが必要であるというふうに考えています。今日ある新聞で上里先生が書いておられましたけど、やっぱりきめ細かく素早くこのコントロールをしていくでですね、フィードバック制御というようなことを言われているようですが、やっぱりその感染症対策とのバランス、アクセルとブレーキというのが分かりやすいかもしれませんが、それを本当国全体としても、それからそれぞれの県においても感染状況に応じながらやっていくというものが求められているというふうに考えております。はい、まあ、連日確認すみませんが、はい、時期としては特段問題はないという理解で引き続きよろしいですか。開始する時期が22日であること自体は別に問題はないということ。まあ、そうですね、もちろん都市部をはじめとする大きな感染の拡大ということの懸念というのはあるわけですが、じゃあいつになったら全国的なものを始められるのかというところは、なかなかそこはタイミングを見極めるのが難しいのではないかというふうに考えております。感染が比較的抑えられた地方というのがあるわけでありますが、そういう地方同士の行き来というのは十分考えられるということになります。今日先ほど愛媛の知事とも話をしたんですが、ちょっと別の話になりますが、愛媛県においては四国、それから広島、それから大分、宮崎、こういう意味での近隣県への旅行を推進していこうということで、そういう県から愛媛を訪れる方への支援策に取り組むということで、宮崎もその対象にしますよという話をいただきまして、我々も大分とのお隣割をやっておりますし、そういう形で我々としてもいろんな形で四国も含めてですね、徐々に広げていく、そういうことをやっていきましょうという、まあ、そういうやり取りをしたところでありますが、自治体は自治体でそういう努力をしながら、国全体としては一つのそういう後押しが今回の GoTo キャンペーンであろうかというふうに思っております。だからといって感染防止をどうでもいいとかですね、ないがしろにするというそういう趣旨ではありません。そこは徹底をしながら、でもやっていかざるを得ないという部分もですね、しっかり向かい合う必要があるのではないかと考えております。はい、はい、私なんですけど、東京の感染者数、まあ、ずばり東京の感染者数がこんな風に上がっていっていることについてですね、まあ、知事としてどういう風にお感じになっておられますか。そうですね、積極的に PCR 検査を行っている状況も反映しているというようなことを小池知事もおっしゃっておりましたが、感染経路は不明な事例もかなり含まれているのではないかというふうに思っております。ただ、まあ、4月の時点と比べると重症者は少ないだとかですね、まあ、年齢層にも違いがあるということで、まあ、単なる数字だけではなしに、まあ、医療提供体制であったり、この切迫度、さまざまなところを分析をしていく必要はあるというふうに考えておりますが、
でも先ほど申し上げましたように3月下旬の都市部を中心として拡大しているその状況と同じような今状況に置かれているのではないかと、そこから県外、国内ですね、広がりかねないというような危機感を持って、それぞれ、感染防止対策を徹底していくことが必要であると考えております。はい、先ほどの5県のご来について、愛媛県、これはどういう枠組みでなるか。愛媛県の事業としてそういう県からの誘客、近隣県からの誘客を行うということで、宮崎県民が愛媛県にこう旅行に行った時に一定の割引の対象とする県を四国と広島と大分、宮崎というふうに愛媛の方で制度設計をされたと思います。それで今日向こうからお声があったと。そうですね、そういうふうに対象にしますよということで、愛媛の知事とはその、近いですし、フェリーの結びつき等もありますし、いろんな面で観光促進を図っていこうというのはこのコロナの前からずっと話をしておったんですが、今回コロナの文脈の中でそういう対策として宮崎も対象にしますという話をいただいて、宮崎も本県が取り組むいろんな施策で愛媛県の皆さんのですね、誘客を支援するということも今後考えていきたいですねという、そういうやり取りをしたと。宮崎県の人が愛媛県に行った時のっていうのは逆にはあったりするんですか。今宮崎の方が愛媛に行けばそこで割引を得られるというのが愛媛の事業ですね。ですから逆に今質問であれば、愛媛の方が宮崎に来た時に支援をするというのはその大分とやってるお隣割のような形で支援策というものを、今具体的に決まっているわけではないんですが、そういうことをいろいろ対象地域を広げていくということで今協議をしておりますので、そういう地域にも十分考えていきたいということを申し上げたす、ね、すいません、関連でそういうような申し出というか、はい、お隣同士やりませんかというのは愛媛以外にありますか。大分、愛媛以外、特にこの九州の中では大分とまず始めて、熊本、鹿児島ももちろん話をしておったんですが、今ちょっと鹿児島の感染状況、熊本の豪雨の状況ということで具体的には形にはなっておりませんが、繰り返しになりますが、まず県内から始めて徐々に広げていこうという面ではいろいろ近隣県とそういうやり取りをしているというご紹介であります。すみません、宮崎です、はい、今知事の考え方で言って、県内とから近隣県、はい、徐々にということを考えたと思うんですけれども、となると GoToキャンペーンはそれが全国に広がるわけですよね。でなると知事の現時点の考えと国のやろうとしている GoTo キャンペーンは結構乖離していると思うんですけども、国の全体の GoTo キャンペーンはもちろん国全体で観光客を動かしていこうということであります。でこれが発表されたのが10日の日でしたが、今ちょっと調べてみたらその日に全国知事会では申し入れを緊急提言をしておりまして、まずは近隣から動かしていって徐々に広げていくような設計をしてくださいというような申し入れをしておりまして、基本的に同じスタンスであります。ってなると今国が今22日から始まるキャンペーンと、もう全国で人の動きが始まる、動きが活発化するわけじゃないですか。ってなると知事会としてもそうなんですけども、知事が今おっしゃったことといきなりこう飛躍すると思うんですね。臨県をもう飛躍して全国っていうところにいきなり行ってしまうと思うんですけども、それもこの制度設計の仕方であろうかというふうに思っておりますし、今回は今感染が特に急増している東京都を除外するという形の設計になるわけでありますが、そのことをめぐって日曜日にウェブでまた全国知事会議が開催されるということですので、これをめぐってこの GoTo キャンペーンをめぐってもですね、いろんな議論がされると思いますし、また知事会としても提言をまとめておりますので、そういうやっぱり、地方におけるさまざまな不安の声と国と照らし合わせてという作業が、現在も進行中であるということになります。その知事会が、あるということなんですが、知事としてはその中で全国にも一気に広げて、国のやり方を支持する、全面的に支持するのか、宮崎県知事としてやはり対象地域東京であったり関西であったり
ったところは控えてくるようにあの、まあ、要望するのか、あの基本的な枠組みとしては GoTo キャンペーンというのはぜひやっていきましょう。その時にいかにリスクを、感染拡大のリスクを低減させていくかということで、一つのやり方としてはそういう感染拡大地域を外すというのが今回国としてやったわけでありますが、でも国の制度設計だけでなしに地方の側も往来の、あの注意喚起だとかいろんな手法があるわけでありまして、それを組み合わせることによってですね、十分感染防止とこの観光の回復というのは両立しうるではないかと、その方向を模索したいというのが私の基本的なスタンスになります。もちろんあの県民の皆さん、それから国民の皆さんのそういう不安にですね、しっかり向き合いながらもいかに回復を図っていくか、まさにそのバランスの問題ですね。すみません、はい、県民としてはやはりその人の移動がどうなるのかっていうところへの不安ってすごく大きくて、はい、まあ、これまでも県外から持ち込まれた例も全てですので、それがやはりこう起点になってクラスターが起きるんじゃないかと、もうすごくこれからのことなので不安がすごく大きくなってくると思います。よくわかります、よくわかります。それを受け止めてあの安全対策を徹底するようにということで、国を申し上げる、我々も注意喚起をする、そして事業者の皆さんには感染防止対策をいろいろやる手立てをこう、まあ、予算でも後押しをするということになります。国のそのやり方としては、まあ、否定するものではないものの、はい、その感染、あの対策、防止対策というのをしっかりとした上で の、 その、まあ、前条件を持った上での もうそれは 前提です。 GoTo キャンペーンだろうと何だろうと、コロナとともに生きる社会ですから、常にこの新しい生活様式、そして感染防止対策を徹底するというものは GoTo キャンペーンに関わらず、であります。それをもうやっていくんだということはですね、繰り返し県民の皆様、また関係者に呼びかけていきたい、また実践をしていきたいというふうに思っています。本当にまた不思議でならないのはGoTo キャンペーン、まあ、22日以降のことが皆さんこう気になってて、まあ、確かにそこは人の動きがこれまでよりは多くなっているかもしれませんが、今の時点で観光も含めてあの自由に行き来ができるわけですから、それはダメなんですか？いや、そうではないです。それは感染防止を徹底をしながら、そういう社会経済活動を回復していこうという今その流れの中で、その上で、まあ、観光に関して少しアクセルを、まあ、少しと言いますかね、アクセルを踏むかどうかということで、アクセルを踏むともっとそのリスクが高まるんじゃないかという不安がある。そうですね、それに対して我々として、まあ、それぞれの都道府県もそれから国としてもいろんな安心のための制度設計を考えていきましょう、実践していきましょうと、まさにそういう段階であろうかと考えています。すみません、次の公務がありますのでよろしいでしょうか。ありがとうございました。はい。